チムールとアムールトラのアムールとヤギのチムールはロシア沿海地方のウラジオストクにあるサファリパークで飼育されていた仲の良い虎とヤギである。虎のアムールには本能を維持するために毎週2回ヤギやウサギなどが生き餌が与えられていた。2015年11月にヤギを昼ご飯として囲いの中に入れたところこのヤギはアムールを恐れるどころか立ち向かいアムールに対して 攻撃を加えてその寝床を奪うほどになった。仕方なく、アムールは小屋の屋根で夜を過ごすようになった。この結果、アムールはこのヤギを食べるのをやめ、両者は仲良くなった。間もなく両者は一緒に遊ぶほどに仲良くなった。チムールはアムールをボスと見なして後をついて回ったり、一緒に雪の中で遊ぶ姿も見られた。その後も虎には生き絵が与えられたが、 ヤギのチムールを襲うことはなく、アムールがチムールに狩りの仕方を教えるような様子もあった。クリスマスには、アムールがチムールを真似て、植物を食べる素振りも見せた。チムールの方も虎の姿が現れるまで朝食を食べないようになり、むしろ虎がそばにいる時の方が食欲が旺盛になるほどだった。アムールとチムールの様子がインターネットなどで報じられると大きな話題となった。 両者の住処には古代のウェブカメラが設置されて公開された。アムール・チムールプロジェクトが立ち上げられ、ロシアで行われる、現所のロシアという自然博物展示会の目玉として伝えられるようになった。しかし、約2ヶ月の共同生活の後、2016年1月の末に両者は喧嘩をした。チムールは角でアムールを小突き回すようになった。 アムールは1時間余りにわたって我慢したが、とうとう怒り、チムールの襟首を掴んで、サッカーから投げ落とした。チムールは背中に傷を負った。治療によってチムールは2週間ほどで回復したが、再び共同生活をさせるかどうかは見送られることになり、格子を隔てて隣り合う檻に入れられた。アムールはチムールに対して攻撃的に振る舞うことなく、親愛の情を見せるかのように振る舞った。 アムールは、むしろ、チムールを連れ出して、両者を引き離してしまった人に対して、怒りを見せるように振る舞った。その後、チムールは再び治療のために引き離され、4月の末に、モスクワの全ロシア博覧センターにある、獣医アカデミーへ移送された。7月に、チムールが帰ってくると、アムールはその泣き声を聞きつけて近づき、お互いに匂いを嗅ぎ合って、仲良くする素振りを見せた。 ヤギのチムールが虎を恐れなかった理由は、その生いたちにあるという。チムールをもともと飼っていた農場によると、チムールは、虎とよく似た毛色で、ネーモーなセントラルアジアシェパードドッグと一緒に育った。チムールは若い頃から、犬と争ってその餌を奪ったり、他のヤギや羊を襲い、時には殺してしまうことさえあったのだという。農場では、他の動物に危害を加えるという理由で、 チムールを手放して、サファリパークへ送ったのだった。ありがとうございます。